はい、今日はですね、ダイナモトのこのレーシングスタンドですね、これの紹介なんですけど、もうつべこべ喋る前にこれ見てください。おお。おお。回せちゃうんですよ、これすごいでしょ、これもうね、これだけで、もうこの動きを見ただけで多分、あ、買いって思った人多いと思う。ほら、あ、やべ、ゴンってやっちゃった。はい、こんな感じでありえない位置に収まっちゃいました。はい、すごくない？すごくない？これこのアイテム、ガレージがね、はね、狭くなるんですよ、どんどん。だし、そもそもそんなにね、広さ取れないとか、このね、四角い中をどう移動させるかって、結構テーマとしては、バイクやってると重要なのね。要はメンテナンスをできる状態で動かせる。すごい。だってこれね、今この向きだけど、だって、すごいっしょ。だってこれを実現するためにね、いろんな工夫をみんなしてるんですよ。あの、床回せるようにしたりとかね、あので、ほら、この状態で動かせるっていうことは、まあフロントはね、タイヤ固定なんですけど、リアはこのパラレバー固定してますので、よいしょ、スイングアームって言いませんよ、パラレバーですね。はい、このシャフトのパラレバーを固定しているので、タイヤを外したりとか、もちろんブレーキ周りもやったりできるし、ではタイヤを外した状態で、寄せることもできます。まあ、フロントはタイヤ固定だから、タイヤ外した状態というのは難しいんだけど、はい、でこれがね、大変に便利です。で非常にこう構造もしっかりしてます。はいね、で、なんでこんなことができるかというとですね、まあ、ここから細かい説明入っていくんですけど、ローラーが特殊なものがついてます。はい。こういうローラーで、こういうふうに動くんですね。回るんですね。なので、横方向、まあ、こっちはこのローラーですけども、フロント側もね、横方向に回るので、こっちにこう動かすときに、ここが、こう横に転がってくれるっていうですね、このかなり面白い、ギミックになってますね。はい。これただ心配なのが、僕床ね、自分でこれ貼ったんで、ツルツルで水平取れてるんですけども、床が例えばボコボコだったりとか斜めだったりすると、逆にいいですね、取り回しづらくなったりとか、ローラーの耐久性がですね、に影響したいっていうのはおそらくあるかと思います。ただまあガレージって結構みんな床こだわると思うから、水平取れてないってないと思うんだよ ね。で、あとガレージの床でさ、なんかこういうやつね。はい。島後半ではないんですけど、うちの、こっちの方のね、店舗の方の下結構ボコボコなんですよ。で、まあ、このぐらいの路上でも、割と、ちゃんと快適だよということで、やっています。入りましたね。じゃあちょっと動かしてみましょうか。下の方がいいかな。あ、いけますね、これ。このタイヤがね、おそらくこのタイヤがね、こう3列になってるじゃないですか。これがね、いい感じに下の凹凸を吸収するんでしょうね。結構簡単に滑ります。あ、ボコボコでも平気だな、これ、結構。下ツルツル、まあツルツルな方が、それは転がり抵抗少ないんだけど、別にツルツルじゃなくても回る、こっちもちゃんと回ってくれるし。はい、というわけで下が割と
荒れててもちゃんと使えます。バラバラな状態で届きます。自分で組み立てるわけなんですけども、はい、まあ、あのこのレーシングスタンドの組み立てそのものは正直あのレゴを作るより簡単なので、これ解説しないとあかんっていうのはないと思うんだけど、これはいい、これは極めて良い。はい、では昇降してみますね。はい、まあ今これついちゃってるんで、まずはフロントから外します。よいしょ、フロント外します。でリアを下ろすんですけど、これを使います。注意事項、あの使うときは必ずこのクリップをつけること。まあこれベータクリップになっていますけど、日本では。はい、でこれ外すとバタンってきますんで、スタンド立てます。はい、これ慣れないと怖いんだけど、こう必ず車体を左手で持つ、で右手で上げます。でタイヤドンってきますからね、タイヤがドンってきたら、ね、この状態ではまだ倒れません。で、だんだん緩めて左側スタンドの方に寝かすと保持が解けます。でその状態で、ダイナモーターのジャッキを外してやる。はい、これで完了です。はい、はい、レーシングスタンドのかけ方なんですけど、まず、ダイナモト のこの丸いところをここに入れます。はい、ダイナモト側はこう樹脂でカバーされてますので、このパラレバーの穴が傷つく心配はないです。で入りました。でこの状態でグッてやるとですね、斜めにグラグラとなりますので、まず起こす。よいしょ、起こしてやるとだんだんこう勝手に両側設置しますん で両側設置したなってなったら、あのこのレバーをですね、もう力いっぱい、もうここがねグラってなったりとかいろんな不安最初の方あると思うんですけども、大丈夫です。僕を信じてドゥッと入れるとドンと入りますね。はい、でここまで入っちゃったらもうこれは外しちゃって大丈夫です。サイドスタンドは払っちゃいます。このハンドルなんですけど、はい、ここにですね、実を言うと収めることが可能です。こうですね。はい、こうやってここによっ固定をすることで、スタンドが前の方にうっかり転げ落ちないようにこうストッパーになります。こんな感じですね。次フロント側ね、こういう形になってます。こういう形、ここにフロントタイヤ乗せる。はい、で、あの、テコの原理でウィッとやるんですけど、こう入れて、開けるときに、このままやると後ろ下がっちゃうんですね。はい。なので、まあ、バイクのどこか、僕今ハンドル持ってますけど、どっか持ってやって、で、前にこう、今わかりますか？前に引っ張ってやる。そうすると、タイヤが伸びます。その状態で、グッと滑り込ましてやる。これで大丈夫。フロント側のコツもう一つなんですけど、こう当てた状態でここ前輪をですね、こう少しこう転がしてやる。そうするとスッて入りますね。ほら、スッと入りますね。もうこれで、上げられます。あとはこう自由に動かして邪魔じゃないところに、こう自分のね気持ちいいところに。ハンドルを外すとですね、辛い近くなりますね。ハンドルがないことによりかなり壁際まで持ってくることができちゃいますね。ここまで来る、これは花丸です。あとは眺めるなり撫でるなりいじるなり磨くなりしていただければ良いのではないのかなと思います。これは素晴らしいアイテムです。これはね、グッドです。グッドすぎます。まさかこの位置に BM をレイアウトできる日が来るとは思わなかった。
なんとダイナモトのこのスタンドなんですけど、なんと10年保証ついてるんですね。すごい、10年ですよ。10年も保証があったら、なんかその間になんか会社まだあるかな。であとどんな理由があっても、30日以内だったら返品 OK ということになってます。はい。